開業当初のホーム駅舎駅南西方面の風景、南阿蘇白川水源駅は、熊本県阿蘇郡南阿蘇村大麻白川にある、南阿蘇鉄道高森線の駅である。地元、南阿蘇村の西岸駅であり、建設費3500万円は、道村が全額負担した。白川水源の南側300メートル付近に位置しており、 従来白川水源の最寄り駅であった阿蘇白川駅よりも近い位置にあることで水源へのアクセスを改善することになるほか地域住民の利便性向上が期待されている単式一面一線ホームを持つ地上駅併設する駅舎兼コミュニティ施設は開業から三ヶ月ほど遅れて二千十二年七月に完成駅舎内では喫茶店友なしキャラが入居 営業している。白川水源駅前を白川が流れている。駅の北東に白川水源と白川水源公園がある。JTB 時刻表2012年3月号。白川水源近くに新駅来年3月開業南阿蘇鉄道熊本のニュース熊日コム熊本日日新聞2012年2月25日閲覧。 南阿蘇白川水源駅にあるカフェ国土、数値情報国土交通省、2018年3月23日閲覧、九州運輸要覧、2018年3月26日閲覧、九州運輸要覧、2018年3月26日閲覧、覧閲覧観光テコに復興へ、南阿蘇白川水源の駅舎完成、熊本日日新聞2012年7月23日、 ありがとうございます。